はい。ということで、今回は、ウイニングイレブン2015マイクラブ第4回目の動画です。で、GP がね、22,261ポイントあるので、まあ、1回回せますね。まあ、2回回せるんですけど、ちょっと、いや、おちょ金っとがおかかる金から、コがスかトが。かるから、忍契耐約とかの。逃げちゃうよ。だから、まあ、1回だけね、ちょっと試合をやる前に1回回しましょう。まあ、エージェントも溜まってるからこっちも回そうかな。ああ、なんか2回回2そう。回回そう。で、こっちですかね。やっぱりスターズ・オブ・2014、うん、2015。来いなんか、これよ、ノイアとかクリロナとかが来るのかな。2014から14に活躍選手。GP でいきます？黒来ちゃうんじゃない？黒。見えん黒。の、見えんの、まず見1、えんだ。2、3、4、5。うわあー、金。ー！金だね。まあ、情けの金。でもシルバーじゃなくてよかった。シルバーってやばいもん、本当に。ナイル。なんだ？なんもないね。なんか巻いてる手に。お？ん？ああ、守備。あー、まあ。守備いらんて。まあ、いらんね。まあ、こっちも引いちゃおうか。うん。これをどうしよう。GK センスに星2つ、ポジション ST、プレース、キック、ジャンプ。でも星1だな、これ。うん。全員。どうする？で、これ全部設定したら10だね。まあ、でもやっちゃう？あー、まあ、やっとこうか。ジャンまあ、プにし星1よう。なんていらねえしな。少々ジャンプ。ということでやっていきましょう。ガチャ。いや、ノーマルで黒来いよ。それ10%できたらすごいね。1、2、3。見てね、黒でも。4、5。あー、金。金でまあまあいいよね。まあまあいい。金で出るってまあまあいいよね。なんか来る？靴は？なんだあー、これ。ナイキじゃねえな。なんだこれ。ドゥボー、デュフラボ、ンデュス。ボ、デュボ。今回はディビジョン10最終節です。今までのディビジョン10の、まあ、試合結果はこんな感じ。1、2、3、1、2、3、4勝、2分け、3負けですね。最初のレアルはでもなんか切断が切れたんだよね。切れ接た続がと思なんう。か確切れかちゃっそうただっんただとよ思う。ね。まあ、だからまあ、最後ね、勝って3連勝しうん。うん。たいね。3連勝したい。よし。ということでね、試合やっていきましょう。はい。ということで、相手は、かつぶしまん。名前が結構いいね。ということで、やっていきましょう。メンツ強いね。メンツも強いし、実力もあるよ。おお。常に優勝争いを展開する2チームの意地と意地がぶつかり合い、スタジアムは最高に盛り上がります。さあ、七海さん、この試合どの選手に注目していますか？ゲイルですね。はい、ちょっとアウェイ彼じゃがタッチライン際を疾走した瞬間にスタジアムのよ空し気よが変しよわるスし。ピードスターですね。そうですね。その左よし足よから放しよたれるし高速クロスはもちろん、はい。ミドルシュートも迫力満点ですよね。はい。やはり監督も彼の働きに期待していることと思います。滑らか。オッケー。デウドフェウ。サイドのうスわ、ペー読スんをで生かるします。ね。ボールが抜ける。ボールをコントロールする。エリアス。イバノビッチ。うわ、そこ。イバノビッチ。そこちゃん。おお。やるな、やはり。この序盤、両チームともまだ探り合いをしているような感じです。いやー、そこね、抜きたいね。あんまないよね。え？いや、危な。マ危ジかな。よ。なんで今、キー？どうした？うちのキー。ファンあ、ダやべ。ルシー、怒ってません。サイドを使います。あ、これヘッドだ。あここでクロス。ー。これヘッドがね、おクリスティアーノ・ロナウド。お、危ねえ。おい、キー！キー！ちょっキー！あ、そうそうと。おー、危な。危ねえ。15分が経過。前危ねえよ。バルセロナ、前半にまだシュートがありません。よっしゃー。カット。隙があるぞ。隙が。おい、なんで？あ、へい。ああ、そこのそこはスライスするよ。これはね、読んだ。やるな、やはり。スライで取ってくるよ。
いや、まだわからないぞ。あ、やべ、ちょっとしか聞いてない。嘘でしょ。何これ。もうやばい。それはやばい。危な。あ、それはやばい。いや、だから、それはやばいって。飛び入り。それはな、確実に消えてくるの、やっぱ800台は。うわーマジかー、キー頼む。うわーうわーマジかー。そう、なんで、はい、嘘だろ、やばいぜ、頼む、3点目入っちゃうぜ、やめろ、キーキーがちょっと萎縮しちゃってるわ、ちょっと見えてる。いやでもね、わかんない、まだ。いやさ、ちょっとね、きついな。きついって言ってもこっち見てたんだけどな、たぶん。無数をな、でも入れてくるな、やっぱり確実に。いや、それはそうでしょ。おぉ、くる。うわ、なんで取らないの、こいつ。あ、今バックパスだったんだ。うわー、これ読んでんだよね、めっちゃ。また来た。うわあれやっぱり読まれてんだな。いや読まれてるよ、パスコース。うーん、俺でも読んでるもん。これはあれだけど、それは勝てないよ、バックがでけえもん相手は。前半32分を回りました。バルセロナ現在2点差を追うという少々厳しい状況です。あ、いやー、そこ早いパス、パス、いいね。いや、ま、危ないね、そこを丁寧にリベリ、裏を狙う。いやー、マジか、危ねえ。そこ気をつけたい。一、うん、回取ったところで相手に渡すともう決められちゃうね、うん、うわー早い。微妙な。よりきつい、競り勝て。きついな。うわ。ここで。いやー、走ってくれ。追いつけねえよ。いやー。これはね、きつい。3点取られたら終わりだな。素晴らしいハットトリックです。絶好調ですよね。さあレアル最初にリードしてさらに2点追加しています。いやー、最後から一気にチャンスになりそうですね。いや、なんで蹴った。ヘンダー集中力いいですね。ベイベイル、そこ、よし。デウロペ、え、うわー、マジか。三点か。はい、お願いします。いやー、一点返す。まずは一点。なんかボランチとかに差があまりにもあるね。さあ、右へ預けて。イバノビッチ。これ来ないかな。あるでしょ、来た。うわ、いやー、こんかー、そこ決めたい。ちょっと薄いけどね、はい、まああれ寄せられてるからね、こっちで。だから本当の1対1を作りたい、ね、うん、来た。いやー、なんで読まれてるね、そこ行くのは。長いボール、そこね、もう来てるんで、だいぶ前から。抜けてくる。さあ、リーダー。戻します。と呼んでいた。だいぶ前からね。あー、ほんで、きつい。東洋人、そこでミス、きつい。いや、やめて。切り返して。大塚、空いたか。危ねえ。アンペルシーって、
能力高いのかな。めちゃめちゃ高いよそれは。くそー、何もできない。あうわやばい、車だ、危ねえ、みんな守れ、ちゃんと繋ごう。そこナイスブロックでしたね。一瞬決まったかと思ったんですけどね。うわ、オッケー。アスナとしてはやっぱりちょっと、いやでかい、オブネ、オブネタッチでけー。おーナイスやりチェンジ、これ追いつきたい、頼む、うわーそこ追いつけないで、メルテンス。バルセロナ今のところ3点ビハインド、ゲームの主導権を相手に握られてしまっています。フォローがねめっちゃ少ない。うん、エリアス、うわー、おおよく取った、浮かせて裏を狙う、シュート、うわー、おし、まあ精一杯だなこれが。精一杯。よし。エリアス。ヨベティッチ。そこ、な、お、来た。いや、外行った。なよしよしよし。なんとか行って返した。今でもスーパープレイじゃない。普通入んねんよ。やった、嬉しい。選手か。3-2、3-2。いやーちょっとな、でもな悔しいな、これで負けんの。最初の1点がね、あれなー、ふざけんなよ、もう。でもこれで、でも渡り合えないこともないかな、まだわかんない。うん、きついよ、これきついけど、こいつら言ってます選手超強いの。あー、うまい、うまい、バカたい、そうだ、やばい、行くな、ショー、頑張れ、ショー、そう、そう読まれてるよ、若干。あ、それ無理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 、相手もバカ変だから。バグもめちゃめちゃ強いんだから。あ、来た、大事に、そ、あー、それはやばい、クリスチャーノが後ろから、それはやばい、行くな、そう、まだある、まだ来る。本当にヘッドっていう選択肢もあるからね、シンプルに。よし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 、なんとか。でか、ちょっとでかいよ。お前どっち？最悪です、それは。取ったね。来た。いや、いいディフェンスだぞ、あれは。いや、なんで？いやー、それはね、やばいぞ、3回目だぞ、それ。手やんで。これ、運びたい。いや、そこ前だよ。うわー、まずい。もう3回目です。危ない、これも。いやー、それ読まれてるね。え、なんで？邪魔。あー、そこ繋げたいな。なんか、蹴ろ。そこ。来た。相手も単調になってきたんです。来た、ユベティッチから右へ。いやだね、それスライユ使いだな、うまいな、裏を狙う、来た、フリーになった、うわぁ、うわ、まだある、あ、なんでー、くそー、クリスチャーノ、犬抜けてる、それ分かってる、あ、マジか、うわ、マジか、マジかよ、マジか、思ったよ、もう縦やり、まあ、これやられたらね、きついよ。いやー、レアル・マドリードらしいカウンターでしたね。パラシオ、それはね、無理よ、パラシオなんだから。クリローナ、早く、お、さあ、レアル、3点リード、すげえリビリに絡まった、オフサイド、うん、いやでもあれ1点逆に決めてれば今の1点なかったからな、まあ、あんま角度なかったけど、ね、そうなんだ。うわ、どこ蹴ってんのって話よ、キーキーがもうほんとダメ、うちのキーがうちのね、今まで支えてるキーがね、なんか今日は調子悪いね、どうしたの、なんかそこ生のもの食っちゃった、腹痛くなっちゃった。
ベンゼマやん、しかも前線のファンペルシーと変わったの。前線へのボール。ここはすぐ奪い返します。パラシオから左サイド。パラシオ最後まで決めろ。なんで決めない最後ドリで向かってもう一回うんってなったもん。え、蹴んの蹴った方がいいかな。え、寄れないからね、これ以上絶対無理やん。かつぶします。なんていう、なんていう強さなんだ。くそー、やっぱその選手違いすぎる。はい、ということで今回は残念ながらね、まあディビジョン10のね最終節を、まあ、勝利で飾ることができなかったです。はいはい、まあ、ちょっと相手がね、まあ、レートも、800、うちに勝った880ということで、やっぱりちょっと差があるなーっていうふうに、まあ、感じたのは、まあ、正直な感想なんですけど、でもまあ1点決めたあの形はまあ良かったし、まあ、何回かチャンスは作れたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり選手のね、向こうの選手が強いとちょっと太刀打ちがね、できないなというふうに感じましたね。弱い選手使ってたらミスはできないよ。そうなんですよね。最初のやっぱりキーパーとかもやっぱミスで入れられて、で最後のシュートもやっぱあそこちゃんと打ち切ってれば、せめてゴールライン割ってれば分かんなかったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、次はね、ディビジョン9なんで、まあ、とりあえず上がれたんで、まあ、ここからね、またレートをね、600、500ぐらいには持っていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、まず500でしょ。まず500に今回5落ちたから。そうそう。なんか、今回多分レート強い人とやったから。レート強い人でそんなに差がなかった、ね。差がなかった。だからまずは500。まずは500目指して、まあ、とりあえず500目指してね、またやっていきたいと思うし、またやっていきたいとね、思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。バイなら。